はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？本日は当店の隠れたヒット商品、グリップエンドゴムワールの宣伝でございます。こういう感じのゴムのパーツですね。はい、じゃあお話ししていきますね。通常ね、金属バットの場合、まあ大抵軟式の野球やってらっしゃる方は金属バットかカーボンか、まあ、コンポジットですね、そういったものを使われて木製じゃないと思うんですけど、グリップがねストレートです。本体ここにグリップテープを巻いて成形してるわけですけれども、これをそのまま巻くとこんな感じですけど、フレアにしてみたい、そんな時に使われるアイテムです。はい、じゃあ付け方ね、簡単にやってみましょうか。こういった感じでね、メモがついてますけれども、付け方ね、こちらのパーツビローンとこういう感じですよ。はい、ただのゴムの、まあ、これが大事なんですけどね。それをまずは事前にバットに合わせておきます。これちょうどいいぐらい、ちょっと隙間ができるぐらいが巻いた時にピタってくるんで、あまり隙間が空くようだったらね、テープ等で補強しますけれども、これを確認しておきます。もし径が細くてこうね重なっちゃうような場合は、ここをカットして使いますね。はい、でこう合わせてみる。うん、じゃあいいよっていうことになりましたら、今度は付属に両面テープがついてます。こうね、予備も含めて2枚ついてますから、 Z さんの場合はですよ、まあいいか、めくれなくていいんだな。それを事前に、今日ちょっと巻きませんけどねこの前巻くお客さんあったんだけどな、うん、こう両面テープつけますね。はい、で両面テープをつけた上に、慎重にこのゴム R を、今度お客さんがあった時、機会があればやりますけど、まあ、大抵その場で渡しちゃうんでね、なかなか動画撮れないですけど、こうキュッキュッと合わせますね。はい、でピタッとくっついたところで、特にここ隙間開かないように気をつけてくださいね。それからいつものようにグリップテープを巻いていくだけということで、そうするとね、こういう形にフレアグリップになります。ちょっとストレートだとね、気になるな、フレアにしたいなという人にはおすすめのアイテムとなりますね。で、補足ですけど、今巻いたやつだとこの R つけるとね、これぐらいの感じになると思うんだけど、もしもっとボコッとさせたいなって言った場合の裏技っていうこともないけどね、やり方ですけど、これつけますよね。そしたらビニールテープを用意しといて、ビニールテープで好きな形、太さにちょっとずつ調整します。そうするとこれぐらいのやつがこれぐらいにできたりしますんで、その辺はね、握った時のお好みで。あと注意しなくちゃならないのは、グリップテープの厚みもありますんで、その分計算しておかないと、思ったよりね、あれ、分厚い感じのグリップになっちゃったぞ、グリップエンドになっちゃったぞっていう風になっちゃうんで、そこは注意ですけどね。ちなみに Z さんだと、こんなに分厚くなくてもなっていう時に使えるグリップエンドのアイテムもございます。こちらソルボ繊維でできた、衝撃吸収剤でできたね、薄いグリップエンドの、これだとね、くるくるってこれぐらいの厚みですから、若干フレアになると、そんな商品もございます。はい、どうでしたか？ご要望があればね、グリップテープ巻き替えの時にね、500円プラスで当店の方やらせていただいております。それでは皆さん、さようなら。もうどれくらい、いやもう T シャツ
じゃあ、わかりました。じゃあ、すいません、変わりまして、今日はあとは僕の方からですね。勝手にね。すいません。今私がこの被っている石原スポーツさんロゴが入りの、こうサイドには、各私のスポンサーが、ついてるもんですから、いろいろやってあるんですけれども、ちょっと新しい帽子を入手してきまして、まだマークはもちろん入れてないんですが、こんな帽子ですね。あれ？こういうことですね。オレンジ色だ。これちょっとまあ画面だともしかしたら赤に見えるかもしれませんが、完全なオレンジですね。しかもちょっと濃いオレンジ。完全なオレンジ。で、点ボタン。点ボタン。ね、そう。点ボタンも、オレンジということで。で、後ろのこのアジャスターもオレンジっていうことですね。で、まあ、本体面が黒ということで、まあ、ストレートキャップになっているわけなんですが、皆さん早速なんですが、これ、私はこのフロントマークにですね、どんなマークをつけた方がいいでしょうかという、それをちょっと募集したいなと。あ、そうなの？思ってました。どんなマークがいいですかと。もう、まあ、言葉で大まかなイメージをお伝えいただいても結構ですし、石原スポーツさんにメンバーの方、メールでですね、手書きでも結構ですので、送ってくださって、で、それを、私と石原スポーツさんの方で吟味して、マークに変えていきたいなと、いうふうに思っております。で、それが僕の営業防止になっていくという形になりますので。もうそれ光マークにメールしてよ。ダメです。石原スポーツに行くの？石原スポーツさんですね。僕の被る帽子のデザインは石原スポーツに行くの？そうです。らしいな。で、で、これがですね、皆さん、いい色でしょ？そうでしょ？で、私も欲しい、いやー俺も欲しい、いやいやいや私も欲しいと今思った皆さん、もう石原スポーツさんにメール入れていただければ、サイズはこれごめんなさい、アジャスターですのでワンサイズになっておりますので、はい、エティさんどうですかこの色？いい色ですね、はいはい、自分も好きな色ですこのオレンジの、でしょ、はい、そうでしょはい、そうなんですよ。オレンジ、ここにつけたマークと同じものを頼めるようになるってことですか？はい、僕はそういう、それを狙ってます。ああ、はい、じゃあ。だから最悪別に G じゃなくてもいいですよ。石原スポーツさんの I でもいいですし、それこそ IG 契約ですので、IG でも何でもいいんですよ。それは。ただ、どんなのがいいかなと思ってね。なるほど。はい。あれでしょ？動画で G さんが被ってた、オレンジと黒の帽子が欲しいなっていうふうにしたいね。うん、まあ、それは理想ですよね。ということですので、皆さん、これ実はちょっと違う配色の帽子もあるんですけど、例えば、まあ、ね、北陸にお住まいの、の風潮の出るような、とかね。どうしても痛くないんだよ。北陸にお住まいの風潮の出るような。まあ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 、そういうことですよ。はいはい。ということで、皆さん、募集してますので。で、見事採用された方はですね、これはもう、得点がないといけませんから、もう、原監督の、思いもですね、やっぱり、ご褒美がないといけないということになりますから、その時は、また、ご褒美を考えさせていただきます。ああ、そうですね。はい。聞いてないよね。ということですので、はい。はい、この、うん。つばの内側に厚盛りって貼らなくていいんですか？うん、だから結局今僕がやってるようにこれもう何でもやり放題なので、まあちょっとそこら辺また おいおい考えていきたいなとは思うんですけどね。まあ僕これはやりたくないんですよ。マジックで一球入魂とかね。出たまたそうなんですね。これはもうちょっとやりたくないんで、やっぱりもう今の時代マークがね大事ですから、もう手書きよりもマークですよ。さすがですね。そういうことで、もう最近ね、もうマークのことをちょっといろいろ喋り始めてね、もうマークパンサーとか言われちゃってね、大変なんですよ。いやー次々出るね。いや、しかも僕今僕がやってほしかったのが、僕マークパンサーって言われるんですよって時にグローブの歌をこう横から入れていただくのを僕は求めてたんですよ。歌おうと思ったけど思い出せなかったもん。どこまでも限りなくって歌ってほしかったんですけどね。ということで皆さん、これが今日の2つ目のテーマでございます。で、僕のだけ使われるんですよね。いやいや、ね、カットだよって言ってるのに、ててん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 にされるんだよ。だからもう、入れちゃダメだよって、その喋ってる様子も入れちゃダメだよって。そうだったの？高木さんもこの前怒ってたじゃないですか。入れちゃダメだっつってのに、たたたたたっていうあれで。何ってわかんないの？いや、でも、わかり間違ったら大変なんですから。あ、でも想像をかきたてるからいいですよね、ああいうのはね。どうなの？視聴者としたら。面白いですよ、はあ、あの時間何言ってんだろうなっていうのは、やっぱ想像しちゃうんだ、はい、
でも面白い、ね、例えば自分のところがそうなってたら、あの話の流れとか前後で大体あーって分かる。いや、うん、まあでも自分はこうやって直接お話しさせていただいてるんで、どんな話されてるのかなってちょっと想像がつきますけど、これちょっとごめん、これなんですけど、ほら断片的な情報収集の結果、やっぱりあの先週も結局だから何が言いたいんだっていうこともやっぱ分かっちゃった。うん、まあなんとなく察しがつく時はありますね。ああ、そうなんだ。先週はでも自分はあんまりちょっとうとうとしてましたね。なめてますね。先週だって3日間東京に行った最後の日が金曜日だった。ということでいいですか、次の3つ目のテーマいかさせていただきます。じいさん今勤務中なんじゃないですか。じいさんこれは許されてるんですよ。これはあのエンターテイナーとしての役割で、あの、いろいろ仕事なんだこれ。そうですよ、社長公認ですもんね。もちろんだって自分だって出てんですか。これで僕だけ怒られてもそれはあかんですよ。今日なんかね、なんかで僕がね言ったところだけ流れてるんですよ。もうね、あのね、編集が悪どいのよ最近。うち先生ちょっとあのだんだん画角から外れていってるんです。いやいや、今日だってテーマはね AT さんですから。いやいやいや、じい先生のお部屋ですからね。いということで、もうごめんなさい、ちょっともう忙しいんですよ僕は。なんでちょっと3つ目、3つ目 AT さん、僕が金曜日一番楽しみにしていること何か知ってますか。